で見ればですね、はい、本当に有力な候補ですね。特にあのソビエトとか中国、これが池谷選手ですね、5種目終わって2位、その先ほど紹介した西川大輔と良きライバルでありますが、その池谷幸雄、若い選手というのはもう合宿やればやるほどですね、やるために伸びてきますからね、他の中国あたりは若い頃から、強い選手を作ってくるんだけども、日本はそれがなかなかできない。しかし実際にこれ清風高校でこの池谷とか西川ができてきたじゃないかと、そうです、いろいろ影響を与えるものありますね、はい、ありますね、指導者たちにね、高校生でもオリンピック選手になれるんだとみんなに教えることができますからね、はい、体操日本、オリンピック、それから世界選手権で10連覇がありますが、その間の、高校生オリンピック選手というのはありませんか。ありませんそのソウルオリンピックを狙ってほしい。さあ池谷、最後の種目になりました、釣りは。現在2位、0.05 差で3位に加藤が追っています。十字の倒立に下ろします。後方車輪、山脇という技、十字の懸垂、ここまでいいですね。ああ素晴らしいですね。いや本当に実にあの決めを知ってますね。シュッと決めてます。さあフィニッシュはスワンダブル、ピタッと決まった。あ、これは素晴らしいですね、この笑顔、ね、やっぱり先ほどのミスをですね取り返したぞという気持ちが上がれてますね。ということはこれで2位確定、どうでしょうか。そうですね、いけるんじゃないでしょうかね。いや今年の国際ジュニアから見ますとですね、随分また良くなってますね。特に体の締めというんですかね、はい、非常に素晴らしいものがあとこれは養われてますね。特に高校生の場合には規定がね、社会人と違いますから、そういうものを乗り越えて規定で6位、そして10でぐんと上がってきて5種目まで2位。高校生っていう体じゃないですね、やっぱりかなりもう筋肉ついてますね、はい、さあ後ほど